何何何ひらとりれいこでございます。なんか丸くない？おぉ、なにこれ、クリアンチョコに見えない。プリ姫が始まるよ、最後まで見てね。クリスもあるわよ。グルさん、ごきげんよ。ビックリマン、今日は、はい、今日はビックリマンチョコ、鬼滅の刃マンチョコなんだけど、前回ね、大量に買っちゃって、まだね、これだけね、余っております。そうだね、けどね、賞味期限がね、2020年8月、半年以上あります。まだ2021年だからね、けどね、いっぱい食べすぎて飽きちゃったっていう経験、皆さんありませんか？そう、ね、ありませんか皆さん。まあ、どんえー、だけ好きなものでも、もうずっと食べ続けたらさすがに飽きちゃうよ ね、はい、人間だから。そうですよね、しかもね、まだこれ未開封でね、シールも取っておりません。はい、はい、前回にも言ったと思うんだけど、開けてお菓子捨ててシールだけ取るっていうことは絶対やっちゃダメだからね、食べ物だからね。そうよ、はい、こういう時にね、困ったなと思って、パパある方を思い出したんです。大丈夫か？すいません。はい、前回さ、キーホルダー、鬼滅の刃のキーホルダーとか、作ってくれた、タバコステッキも作ってくれたクソ真面目キホチャンネルさんです。はい、あ、はい、クソ真面目さんにね、クソ真面目だからね、超真面目なんだよ、超真面目の上のクソ真面目だから。そう、はい、クソ真面目さんに、ね、鬼滅の刃マンチョコを使って違った食べ方っていうのないですかっていうことでね、お願いしました。今日ね、そろそろ持ってきてくれると思いますが、はい、どんな風になっているか。まだ余ってるじゃん、今日持ってきてくれるじゃん、なんか違う形にして、それ今食べて、これまた持って帰ってもらって、またなんかお願いしようよ、これも作ってって。ね、お願いしたい。みんなもね、クソ真面目さんがビックリマンチョコをアレンジしている動画を上げているようなので、そちらもね、参考にしてみてください。見てください。じゃこれもお願いして、また違う動画出すんじゃない？おー、ね、確かに、見てみた。もうそろそろ来ると思うんだけどな、じゃあちょっと待っておこう。そうね、じゃあちょっとこれチョコとか開封しとく。うわうわうわ、びっくりした、びっくりした。ちょっとえ、なになに、白鳥れいこでございます。クソ真面目キホちゃんの代わりに持ってきました。ちょっと待って、いや、クソ真面目じゃない？クソ真面目。あなたクソ真面目さんですか？白鳥れいこでございます。バカじゃん。顔ちょっと見せて、みんなに。ほら、バカなんじゃん。姫ちゃん、はい、はい、これ、テーブルのコピーしたでしょ。今度立体で描いて。あ、確かに今、液体もあるし。お願いします。はい。そうじゃん、そうじゃん。書いてって、なんか、顔貼り付けてるの？顔貼り付けてるの？そう、だからちょっとね、立体的じゃないのね。めっちゃお化けじゃん。お化けじゃねえわ。なんかあれじゃない？いや、クソ真面目キホチャンネルさんじゃないか。こちらとりれいこでございます。こちら。あ、これ？どうぞ。ちょっと待って、ちなみに玄関どうしたの？開いてた？開いてたと思う。え、なんで開いたの？あとね、ボロボロこぼれるから、お皿、はい、どうぞ。ここにあったから。これ、うちの皿じゃん。あさったの？あさってない。手汚れたらね、はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、じゃあ、これ、クソ真面目さんが作ってきてくれたの？そうそう。あ、持ってきて、はい、持ってただけだった。あなた誰？白鳥れいこでございます。不審者じゃないよね。白鳥れいこでございます。本当にクソ真面目さんの友達？友達。友達なの？大丈夫か？じゃあこちら届けてもらってありがとうございます。じゃあオープンしよう、オープンしよう、2人でオープンしてみてください。かわいい、開け、開け、さあ、びっくりマンチョコどうなっているかな。はい、ありがとう。どうなってる？みんな見せて。うわ、かわいい。たくさん入ってる。ちょっと待って。これビックリマンチョコだよね。え、なに？キャンディ？
形変わってない、うん、なんかさ、ビックリマンチョコ四角いじゃん、うん、そこになんかこうチョコとかなんかあのカスタードとか乗せてアレンジしてるだけだと思った。え、なになになに、ちょっと出して、なんか丸くない？おぉ、コロコロコロ、え、なにこれ、コロコロくん雪だるま、雪だるま、え、これ100均の、え、売ってたって。え、なんで知ってんの？売ってたんだって。え？じゃあ、ポロポロ落ちるから気をつけて。何知ってんの？あ、見つかった。え？あ、うわ、すごいすごいすごい。え？オープン、それ上と下あるから気をつけてって言ってた。言ってたって。ポロポロするから気をつけてって言ってた。言ってたって。え？すごい。すごいぞ。え？バンドは3つぐらい、3つくあるって言ってた。言ってたって。本当だ、肌の違うよ。ねえ、ちょっとカメラでアップしようよ。え、すごいすごいすごい、うん、姫ちゃんが開封したのはこちら。え、これビックリマンか。美味しそう。ビックリマンチョコ原型ないんだけど、すごい丸くなくソースみたいな、チョコソースみたいな、うん、かわいい。ふりかけもかかってる、うん、塗り玉じゃないこれ。違う、オニオンだよって言ってた。こちらは王くんの、姫ちゃんのと同じかな。うん、え、めっちゃいいじゃん、うん、おしゃれ、うん、おしゃれパンパン。こちらはパパが開封したチョコです。うん、なんか違うぞ。これスプレーチョコじゃなかった名前。えぇ、ー、コーティングしてんじゃない。うん、え、しかもなんか上の方もなんか、うん、違うよ。え、食べたい食べたい。ギャー、ほんとにビックリマンチョコか。そうだよ、全然ビックリマンチョコに見えない。うん、美味しそうだね。食べる？いい？どうぞ。これなんか睡眠薬とか入ってきてさ、私眠くなって寝て。泥棒じゃないですわ。無心者じゃないです。白鳥です。なんか前にもなんか出たよね、動画に。うん、なんか、あ、なんかパパ子が行った時に出てきたかもしれない。ねえ、私はお金持ちよ、白鳥レイコよとか言って。あの時も姫ちゃんたちに全部渡してなくなっちゃった。全財産渡したの。パパの子と私はなくなったの。いくら分持ってたの。1000億円。あ、本当だ、本物じゃない、数字覚えてるじゃん。そうね。あ、今はじゃあこの配達のアルバイトしてるってこと。そう、お金なくなる、ウーバーイーツ的なね。白鳥イーツね、白鳥イーツね。はい、じゃあ白鳥イーツありがとうございます。いただきます。いただきます。召し上がれ。ん、え、おいしい。うん、食感が違う。え、なにこの食感、初めて。うん、スイート感。口どけもめちゃめちゃいいぞ。うん、周りにチョコがコーティングされていて、うん、え、これ本当にビックリマンチョコ。ビックリマンチョコとちょっとカスタードケーキみたいなのと混ぜて固めてアレンジ。ビックリマンチョコのホームページに作り方載っていて、うん、それをしようと思ったら、うん、チョコの湯煎失敗しちゃったから、うん、こんな感じになりました。何知ってんのって言ってた。うん。待って。うん、違うんだけど。ああ、ほんとだ。じゃあオープンカメラに変えて見せて。うん、みんな見えるかな。うん。なんか雪の粉がかかってる。雪の粉。粉の雪。粉雪の。粉雪みたいに言わないで。今だからね、クリスマスだからね。うん、あ、それをイメージして作ったの。そう。どうしてんの？と思うよ。と思う。なんか普通、なんかお店で売ってそうな。ねえ。おかしい。めっちゃ美味しいじゃん、これ。本当に作ったの？ほら、買ってきたんじゃない、これ。で、動画あったよ。あ、パパも違うやつだ。うん、あ、さっきと一緒か？あ、でも私さっきと違うかも。チョコレートになってる。パパさんは、はい、チョコレートがコーティングされてるのが2つ目ですね。同じやつですか。うん、あ、じゃあ、あ、僕の姫ちゃん食べて。うん、あ、いいよ、姫ちゃん食べてみて。うん、これパパ食べてない。うん、あ、食べてないね。それでなんかちょっと食感がね、食感とか味がちょっと違う感じだと思うけど。うん、うん、
断面図、ちょっと噛んだとこだけど見えますか、皆さん。見えないね。じゃあアプリ見せます。それめっちゃ美味しかった。あ、これも美味しいね。うん、本当美味しいよね。それ見つけた。え、見つけたよ。ポロポロ落ちるよ。ちょっとね、今どんな断面かお見せします。こんな感じの断面図です。よく見るとビックリマンチョコを砕いた感じかな。ミキサーでね、うん、混ぜたの。混ぜてんので、動画、ね、あ、動画か。ああ、おいしい、こっちもすごいおいしい。で、これビックリマンチョコさ、はい、これ一粒に対して何個使うんですか。はい、これは、あの、一粒っていうのは本当は 15g にするべきことみたいですけど、うん、ビックリマンチョコを4枚使って、さらにちっちゃいミニケーキ、カップケーキみたいなの3つで、それを混ぜてます。他にも混ぜてるものがあるの。まあ、ないです。ビックリマンチョコとカップケーキ的なミニケーキみたいな、それを3つ。何動画で見た。友達だからね、うん、それをこうラップでギュギュギュって、手じゃないよ、ラップでギュギュギュって言って、冷蔵庫で、動画で見たよ。さっきなんか言ってること違うよね。さっき言ってたって言ったのに、動画で見た。あ、動画で言ってたの。あ、そうそうそう。あ、じゃあ、3個目。いやいや、どうも。3個目いただきます。美味しいね。美味しい。美味しい。うん。もうなくなっちゃうじゃん。あと4個になった。あ、雪の粉出た。カラフル雪の粉出た。いろいろアレンジしてる。うん。あ、コーティングの雪の粉。あ、一度。すげえ。チョコレートがね、かかってるのは4つ5つぐらいまでだったかも。うん、すごい。いろんな種類ある。ね。おいしい。うん。さあ、ボロボロ落ちるでしょうか。うん。でも食感良くない。うん。うん。おいしい。何してんの、あれ。ねえ、何してんの。作った。作ってない。クソ真面目じゃないの。違う。白鳥麗華でございます。なんかしクソ真面目じゃねえか。めっちゃ見るじゃん。なんか怪しいな。不審者じゃないよ。不審者ではなさそうだね。うん、うん、あれ残り1個になった。もうえ、早くない。めっちゃ食べたじゃん。え、4個残ってなかった。ごめん、プラス、プラス。美味しいの。めっちゃ食べるじゃん。何個食べた。5、6個もっと。食べたの。めっちゃ食べた。めっちゃ食べた。いつの間に。美味しいの。めっちゃ気に入っちゃうじゃん。びっくりマンチョコのなんか原型がない感じで、うん、美味しいですよね、これね。美味しい。美味しい。うん。冷やしてる？これもしかして。冷やしてますよ。こういうアレンジ方法があるんだね。うん。あ、じゃあ白鳥玲子さん。はい。あの、こちらまだビックリマンチョコあるんですが、はい、こちらもクソ真面目さんに何かアレンジで作ってっていうことで、はい、お願いします。はい、わかりました。はい、あの、ちなみにあのクソ真面目さんには開けたらあのシール欲しいんだよねっていうことは伝えてたんですが、はい、預かってると思うんですか。ね、キーホルダーか何かにするって言ってたんですけど。ああ、なるほど。あ、やった。白鳥玲子さんがパクったのかと思ったよ。ねえ、あの、白鳥玲子さん、あなた、本当の名前は何て言うんですか。白鳥麗子でございます。あの、失礼ですが、年齢聞いてよろしいでしょうか。24歳です。24歳です。あ、24歳です、40年前は。40年もしてないよ。40年。もう一回聞いてみよう、もう一回聞いてみよう。はい、24歳です。あ、20…100年前。めっちゃ長生きじゃん。やばいぞ。聞こえてるわよ。あ、声、声ね。24歳ですって言いながら聞こえてるわよ。まあでもみんな美味しいって言ってくれてよかったですね。はい、美味しかったです。
基本真面目さん良かったですね、はい、基本真面目さんね、クソ真面目だあーくそ、クソ真面目基本チャンネルね、そうそうそう基本真面目だ、はい、基本真面目ね、そうそうそう基本真面目ねじゃあね、こちらのびっくりマンチョコもね、はい、あのお願いします、はい、じゃあこれ、あ、今クソ真面目さんキーホルダー作ってくれてるの、多分ね、キーホルダーを作る材料を集めてる最中だと思います、うん、あ、じゃあよろしくお伝えください、キーホルダーか何かにするって言ってますよ、うん、あのね、この前あのマックのさ、うん、鬼滅の刃のマックやったじゃん、うん、その時のハッピーセットかなんかのカードをあのキーホルダー、ひめちゃんとくれてんじゃん、あ、なんかちょっとすごいのもらってんの二人、パパも欲しいよあれ、あるあるよ、え、もうカバンにつけてる、なんだなんかね、ひめちゃん学校で言われたんでしょ、うん、あれそれって売ってるとかって言って、売ってないキーホルダーじゃないみたいなこと言われたみたい、そう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 、痛い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 、足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 、ほら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 、これ、え、それどうしたのとか言った、いや、クソ真面目キホチャンネルじゃもらったって言って、これ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 、これ第2弾ですね、おひくんが持ってきてくれてるのは、うん、第2弾だね、キーホルダーになってんの、めっちゃ可愛い、これひめちゃんどこもらってんの、危ない、めっちゃいいよねこれ、第1弾、あ、第1弾日替わりで学校につけてるこの日は前日、ね、この日は炭治郎みたいな、ね、あとこれは、あ、イノスケだ、ほら、うん、みんな見えるかな、かわいい、ね、あと善逸も、周りね、ゴールドのキラキラが中に入っているの、うん、それぞれのキャラのイメージカラーがキラキラについてるね、そうそう、おひめちゃんの奥いいなドゥーン、うん、パパもなんか頼もうかな、うん、じゃあ、あのデッドバイデイライトのなんかキャラ作ってもらおう、めっちゃ怖いやんね、え、知ってるの、怖い、知ってるの、めっちゃ怖いじゃん、うん、なんかパパの好きなキラー作ってもらおうかな、レース、レース、レースが好きなの、カーンカーン、またね、ゲームチェックやるから見てね、はい、パパね、姫ちゃんとオークが見てたらね、キラーでね、4人殺しできるからね、あ、そうそう、この前動画会を見てたんだけど、めっちゃ上手くなってるよ、姫ちゃん、うめとか言って、また見るほとんど全員、また見てね、うん、やるからね、デッドバイデイライト、そちらね、プリンセス姫チャンネルでやります、雪男、雪男、雪男になったぞ、ちょっと水見せて、雪男になった、イエティ、これ私までついたんだけど、真っ白じゃん、姫ティ、姫ティ、はい、今日はね、びっくりマンチョコをクソ真面目キホチャンネルさんにアレンジしていただきました、アレンジやー、私ね、ちょっと怪しい白鳥玲子さんっていう白鳥、イーツの配達員の方が持ってきてくれました、ありました、はい、そして依頼しました、うん、はい、また次違う形になるでしょうけど、うん、美味しいの作ってくださいって言っておきます、はい、お願いします、はい、なかなか感じてた、なんか白鳥玲子でございます、なるほどね、はい、それじゃあそろそろ私は失礼します、はい、ありがとうございました、はい、それじゃあ、ちょっと、はい、ちょっと、おいしょおいしょばっかり言って、動画も見てね、見てね、チャンネル登録もよろしくね。